ジャラナートカナールジャラナートカナールは、ネパールの政治家。統一共産党議長、2011年2月から8月まで、同国首相。政権議会議員。元情報通信大臣。ジャラナートカナル、ジャラナスカナルとも表記されるが、ジャラナートカナールが正しい。ネパール東部のイーラム軍生まれ。CP マイナリラと共に、ジャパ軍での武装放棄に加わり、やがてマイナリラと、 ネパール共産党、マルクス・レーニン主義派を結成した。1982年から1986年、総書記を務めている。前任のチャンドラ・プラカシュ・マイナリが、武装闘争路線で失敗した後を受けて、大衆による民主運動の路線を取った。しかし、マダン・フマール・バンダリーが、複数政党性コミュニズムを打ち出すとこれに反対した。1991年、 ネパール共産党、マルクス主義派と合同して統一共産党の設立に参加。2006年1月、来日、民主党、鳩山幸男幹事長らと会談。マーダブクマールネパールが2008年の政権議会選挙の敗北の責任を負って、総書記を辞任した後、党総書記に任せられる。2008年8月15日の首相選挙では、 毛沢東派のプラチャンダ候補を支持し、連立与党に加わった。2009年2月16日から、ブトワルで開催された第8回党大会で、マンモハンアディカリの死後空席となっていた議長に選出された。2011年1月3日、マーダブネパールの引退表明から公認が決まっていなかった首相職に指名される。ジャーナリストの小倉清子は、カナールの方が、 ネパールより強いリーダーシップが取れると指摘していたが、本命を収集できず、同年8月14日に辞表を提出した。ありがとうございます。